領収書、領収書、領収書とは、代金の受取人が、支払者に対して何らかの対価として、金銭を受け取ったことを証明するために発行する書類のこと。英語では、レシート、レシートというが、日本では、手書きのものを領収書、レジなどで、機械印字されたものをレシート特別して呼ぶ場合もある。領収書に最低限記載すべき事項として、金額、 日付、発行者、または受領権者の記名、応印、宛名がある。手書きの場合、改ざん、書き換えを防止するために、関数字でも、特に大技、1、2、3、が用いられることが多い。高額な領収書では、チェックライターという専用の機械を使用する子もある。領収書とは、お金を受け取ったことを称する書類である。領収書は、 領収書という文言が入った書面のみを指すのではなく、受け取り書き、引き落とし明細書、領収、受領等の文言の入った書面でも、金銭受,受の証拠となり得る。受け取り事実を証明するために請求書や納品書などに、大罪や料などと記入したものや、これらの文言の入ったインターネット上の取引画面や電子メールのプリントアウトしたものも同様である。 戦術のように、英語では、レシートレシートというが、日本では、手書きのものを領収書、キャッシュレジレジなどで、機械印字されたものをレシート特別して呼ぶ場合もある。しかし、レシートも領収書の一種であり、日常生活ではレジで印字されたレシートが、領収書として代用されていることもある。会社経費の処理などではレジで印字されたレシートでは、認められない場合があるが、 それは領収書に最低限記載すべきとされている事項、金額、日付、発行者、または受領権者の記名、応印、宛名が具備されていない場合である。領収書として最低限記載すべき事項が、具備していれば、レジ現地されたレシートでも領収書として認められる。レシートも、要件を満たしていれば領収書として認められるため、領収書の二重発行とならないように、レシートに、 領収書等と印字したり、領収書として使えるということを周知させたりしより、また近年では、操作により宛名、な、正し書きの記入欄がある領収書スタイルのレシートを発行するレジスターが広く普及している。なお、関熱紙市で印刷されたレシートは、時間が経つと読めなくなることがあるので、保存には注意が必要。法律上、証拠証券であり、有価証券ではない。 したがって、刑法上その偽造または変造は、重い有価証券偽造等ではなく軽い私文書偽造等にあたる。民事訴訟法上報告証書,書にあたり、形式的証拠力を持ち名義人の署名または、応印があって二段の推定により成立の申請が推定されても、実質的証拠力は高くないので、金銭の実の事実は、推定を受けない。 すべての取引について発行が強制されているわけではないが日本のは弁債をした者は弁債を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。と規定し、また債権者が受取証書を発行しないときは債務者は同時履行の公弁権を行使して弁債を拒むことができるものと解されている。しかし民法第八十六条の受取証書の 交付義務、請求というルールは、任意規定であり、特約が優先されるので、当初の取引、契約の時点で、当事者間で、領収証の発行義務はないと決めておけ、発行義務なし、ということになる。弁済を受領した者は、ひとたび、受取証書を発行すれば、再度の発行義務を免れるが、任意で再発行することは妨げられない。ただし、再発行する場合は、 その旨を明記した、領収書、受取証書を発行すべきである。債務不履行、弁債しなかったか、しても期日に間に合わせなかったかとして、債権者に訴えられた場合に、債務者が、期日通り弁債して債務は消滅したと公弁する、時、債務者は弁債の事実を主張、証明しなければならない。この時債務者は、債権者に発行された。 領収書を証拠として申し出ればよい。領収書の発行を受けたが、領収書に、弁済の日日が書かれていなかった場合、証拠として申し出ても債権者から、期日に遅れて弁済したのだと主張されてしまう、可能性がある。もしこれが債権者による、証明妨害と裁判所に判断されると、債務者が、期日通りの弁済を証明できなかったと言って、直ちには裁判所が、 期日通りの弁済を認定しないわけではない。期日通りの弁がなかったことを債権者が証明しなければならないとした下級審判決がある。また、一部の量販店のように各界、あるいは売り場ごとの生産になっている場合、とりあえずレシートを受け取り、複数のレシートを最終的に一枚の領収書にまとめる場合もある。保証人が債務を弁済したとき、保証人は、 債権者に領収書を交付してもらう。このままでは主たる債務者にとって弁債があったことを知らないまま、主たる債務者は領収書をもらっていないなど、保証人は主たる債務者にそのことを通知する義務を負う。通知した保証人は主たる債務者に求償することができるが、訴訟になった時は、その領収書を証拠として提出すればよい。日本における刑事処理では、 公共交通機関の運賃や、経庁費などの例外を除き、受取証書で証明ができないと、税法上経費として認められないと誤解されることが多いが、一部の例外、一定額以上の消費税への仕入れ控除などを除いて、必要経費の形式的証明義務は一切課されていない。課税当局が経費計上を否認するには、 経費の証明がないことだけでは足らず、計上された経費が架空であることを、課税当局自身が証明する必要がある、白色申告の場合を除く。また、年月日、相手先、内容、対価の明記が必要であるとの誤解があり、消費税法特有の規定であるが、税法一般では、上様や品代の記載でも認められる。金額が5万円以上、2014年。 平成二十六年三月三十一日以前は三万円以上の領収書には原則として収入印紙を貼り消し印をすることで印紙税を納税しなければならない。なお、あらかじめ税務署に届けていれば印紙税申告納付につき税務署承認済みと領収書に表示あらかじめフォーマットへの機械印字するケースや印紙帳フランにスタンプをおなする系などがあるし印紙額相当分を 税務署に納めれば、重複しなくともよい。印紙を貼る義務は、領収書の発行側にある。収入印紙を貼らなかった場合、あるいは不足していた場合は、不足した分の3倍の金額の課題税が課せられる。ただし、印紙が重複されていない、領収書であっても、領収書としての有効性には、変わりはない。また、クレジットカード会社発行の利用明細書は、 課税当局が領収書と認めていないため印紙を手に必要がない。英語圏ではレシートのほかアッコナリッジメント、アッコウィテンス、ベウッチャーなどとも言う。レジから領収書を自動的に印刷して渡す習慣の国もある。またクレジット支払いに対して領収した金額を渡す場合もある。しかし、チップを領収書に含めるかどうかなど、 各国の実情を調査して整理すると良い。アメリカなどでは日常生活で支払いに小切手を利用する頻度が多い。日本では小切手を振り出して受取人に渡すと受取人が領収証を発行するのが普通である。しかしアメリカでは振り出された小切手には受取人が裏書きし、後日銀行から振り出し人に転送されるシステムとなっているため、 受取人による裏書きのある小切手が支払額の授受の事実を証明する機能を果たしており、小切手払いであえて領収書が発行されることはほとんどない。切符、切手、駅弁の包み紙など印刷された紙片を集める収集家のうち1円または1通貨単位以上の商品を買い物をすれば必ず入手できる領収書に着目し、 ありと、あらゆる領収書を集める収集家も現れた。この場合、領収書を略して、書と呼ぶことがある。日本の領収書の場合、黒酔やヒサゴなど文具メーカー製の既製品はあまり好まれない。発行者オリジナルのものが好まれ、例えば藤家では、マスコットキャラクターであるペコちゃんの絵が入っているかないかで価値が大きく異なるという。また、日本で、 レシートスタイルの領収書の収集家もいる。店の名前やロゴマークが印刷されるものが多くを占めるため価値がある。特に旅行等で地元に進出していないチェーン店は、もちろん、その土地にしかないローカルな店のものを実際に買い収集する人も少なくない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。